ロジェクト X 挑戦者たち、今夜は40年前トランジスタラジオを世界に売り出した営業マンたちのプロジェクトです。これがトランジスタラジオです。ずいぶん小さいですよね、はい、その頃としては本当に世界一小さいラジオだったんですね。それまではこの真空管ラジオといいまして、比べても大きいですよね。もちろん動かすこともできない。その点これは持ち運びもできるポケットサイズな画期的なラジオだったんです、うん、でこのラジオのすごいところはですね、はい、当時日本の製品っていうのはね、海外では評判がとても悪かったの、うん、安かろう悪かろう、そういうイメージが定着していたんだけれど、はい、このラジオはそのイメージを一新させたんですね、はい、変えてしまったんですね。その陰にはもう営業マンたちが海を渡って売り出したもう壮絶なドラマがあったんですね。その営業マンたちはこちらの皆さんです。ソニーに集まってきた若き営業マンたち、そして大手商社を辞めて一中小企業に過ぎなかったソニーにやってきた貿易のプロたちです。さて物語が始まるのは昭和30年。日本ではまだ一般の海外旅行が厳しく規制されていて、外国に行くことすら難しい時代でした。1955 havia no Japão um boom de produtos importados. Uma avalanche dos produtos elétricos mais recente entrava no Japão vinda dos países ocidentais. As pessoas gastavam suas economias para satisfazer seus sonhos. No entanto, não havia produtos manufaturados que o Japão pudesse exportar. Ele lutava para receber pequenas quantidades de moeda estrangeira, exportando miudezas e artesanato. Dedicaram ao desenvolvimento.